今日女神は上海生まれの香港の実業家で不動産業を中心に据える企業集団チャイナチェムの会長、かつ人を株主であった。存命中はアジアで最も富裕な女性として知られた。上海に生まれ12歳の時から付き合っていた相手と19歳の時に結婚。その後に二人で香港に移住し、製薬企業チャイナチェム社を夫が設立。 その後に至って、香港の最有力企業の一つとなった同社を、1990年に夫が誘拐され失踪したことをきっかけに引き継いだ。中国はもとより、アジアの広域から欧米にまで広がる強力なビジネス上のコネクションを持ち、チャイナチェムの他にも、FPB バンクホールディングス、イギリスの不動産企業、シェルフィールド、台湾の海運企業ヤンミンマリーン、 アメリカ合衆国の生物医薬企業、ジェネラブテクノロジーズなど、数多くの企業の役員を、大株主として務めている。ホーブスの調査による、世界長蛇番付の2006年度版においては、世界で第78番目の長者に否定されている。ミニスカートとお下げ紙がトレードマークであった。香港深海の超高層ビル、ニーナタワーの名の由来でもある。このビルの建設は、 自身の長年の夢であったという2007年4月3日に病のため逝去70歳没ありがとうございます。